Space Monkeys TV。 はい、ウェルカムスペースモンキーズ TV へようこそ、サルです。ですね、今2月12日、明日ですけど3回目のシーバストライに行きたいと思います。今この動画を撮ってるのが2月12日、ほんと直前の動画になります。で、明日シーバス、朝一6時半からスタートになりますね。ボートです。で、今回主体となるルアーがですね、ジグかメタルバイブ、結構深いところに潜らして巻いてくるような形で釣っていきたいと思うっていう形で、船長さんから連絡を受けまして、今回カズ釣りを主体でやっていきたいと思います。てな感じで、今回私が選んだルアーなんですが、メタルバイブ、重みのあるメタルバイブですね。これを2つ購入してきました。で、この紹介と、あとは朝一はやっぱりミノーとかの反応がいい時があるから、ポッパーもしくはミノーもしくはスイムベイトなんかも強いから用意してきてくださいねと言われましたので、今回そのね、私が釣りたいと思うルアーを紹介していきたいと思います。さて、今回購入しましたルアーは一体どこから出てくるのかなってところなんですよ。出ました。もう一個は出てきましたね。さて、今回この2つを購入してきました。ダイワのメタルバイブですね。見ていきましょう。はい、今回購入しましたのはこちら。モアザンリアルスティール 26g と 30g。こちらはタングステンバージョン。ですね、タングステンじゃない方は984円。タングステンの方は1280円。多分コスパとかね、重さの関係で若干値段が変わってくるようです。それでは開けていきましょう。まずは、こちらの 26g の方から開けていきましょう。はい、それでは 26g 開けていきましょう。この瞬間、まさに至福の時でございますね。俺初めてシーバス用のメタルバイブを開けますね、購入して。これはまた丈夫なパッキングですね。もう力任せでございます。よいしょ。開けましたね。いきますよ。はい、こんな感じですね。カラーはこれはこの白かな？いててててて。はい。結構針の刺さりがいいですね。長さ的にもどんぐらいなんだろう、これは。ちょっと詳細見ていきましょう。はい、それではこちらのスペックを読み上げます。サイズが 76mm、26g。バイブレーションの 2way、穴が2つあって、こちらの方で動きを管理するようですね。で、カラーはボラコの白ですね。で、有効レンジですが、約50センチからなんと、そこは無限大という表示になっております。長さがね、結構ね、76って形でね、まあ、これよりもっと大きいやつもあったんですけど、まあ、適正サイズがこのぐらいがいいかなという形で、店員さんに教えてもらいまして、これを買いました。カラーすごいですね、この、なんていうんでしょう、虹色にピカピカ光るね、カラーがね、またブラックバスとはちょっと違う、感覚を覚えて、なりやみませんね。さあ、それでは、あとは、30g の TG の方も開けていきましょう。はい、こちらですね。これ思ったんだけど、逆だな。入れ方が逆だ、これは。TG の方は。さあ、開けていきましょう。今、頭の方から開けたら結構硬かったら、今度、お尻の方から開けていきます。はい、出ました。これが TG の方ですね。タングステンという素材を使っているようです。これも 2way 方式で動きを管理しているようですね。スペック読み上げます。これはサイズが 65mm の 30g。重くなった方がやっぱり、潜るスピードが速いから、小さい方がいいのかなってな感じなんですかね。見た目にちょっとね、まあ、10mm 違うだけだから、そんなにはわかんないけども、若干こっちの方が尻尾が長いかなって感じですね。こちらの方を使い分けていきたいかと思います。ちなみにこちらのカラーは、モアザンイワシですね。この白ボラとイワシカラーにしました。今回これを使っていきたいと思います。それではあとは、私が持っていくルアーの方を見ていきましょう。はい、今回持っていこうと思います。私が持参するルアーはこちらです。まずはちょっとこのダンクル、この白っぽくもあるんですよね。まあ、トップでこの白がハマっているところがあったら、ぜひ投げたい。朝一はこれでいこうかなと思ってます。ちょっと夢を見たい。はい、ミノはこの3つを持っていこうと思います。まず1つ目が、メガバスのカナタ。これはシーバス専用のカラーですね。で、続きまして、こちら。OSP のバルナ。これはバス用のやつなんですけど、まあ、これも使いたいと。そしてもう一つは、ジャッカルのリレンジですね。こちらも使っていきたいかなと思います。これは多分ね、海にも非常に使いやすいんじゃないかなと思いますね。下手にこう平打ちをしないでまっすぐ泳いでいってくれるんで。流れの速い、潮の速いところでも巻きやすいかなと思います。はい、ビッグベイトはこちら。
ガンクラフトのリプルクローですね。こちらの表層をね、朝一ワンチャンあったらやってみたいなと思います。ちょっといろいろ持ってきすぎかなとは思うんですけどね、まあいろいろ状況にね、よって使い分けて夢を見ていきたいと思います。はい、そしてスピナーベイトはやっぱりこれメガロドーンですね。これも夢を見たいルアーですね。でもね、結構聞く話によると海での実績もいいようなんですよね。ヒラメなんかも釣れてるみたいなんですよ。そしてあとはこちらのデラクーの1オンス。これもバスカラーなんですけど、一応デラクーの1オンスとかデラクーにも、1オンスはどうかわかんないけど、デラクーにもね、海で使うタイプのカラーが、ね、出てるみたいなんですよね。まあこちらもね、1オンスということで 20g 前後かな。これも使っていきたいと思います。そしてあと2つは、まあこれもメタルバイブですけど、サーキットバイブ。私、これ好きでね、友達がね、こうシーバスに持ってってなくされたんで新しいやつを買ってきたっていう前回のね、ルアーレビュー動画がありますが、そのやつですね。サーキットバイブ。と、あとは、こちらです。ダイワのディースプーン。これも使っていけたらなと思います。はい、今回は3回目のシーバストライになります。4人で行くんですけど、そのうちは私と、スペモンガチ勢のコウ君。で、あと2人なんですが、まあ、ちょっと動画を見てからのお楽しみという形にしておいてください。今回はですね、キャプテンが数釣りで行きましょうという形なので、数釣り主体の、シーバスゲームを楽しみたいなと思います。で、ある程度満足いくほど、ね、数の魚が釣れることができたら、こういったルアーを使って、ランカー狙いや、またね、これでかけたいというね、自分の願望をね、満たしていきたいかなと思います。本当にね、楽しみなんですけど、ちょっと釣れるかどうかの不安がありますんで、投げに投げて、そして、あと2人のね、サポートの方に回っていきたいかなと思います。以上、スペースモンキー TV の今回は、数釣り3回目のシーバストライの、ルアーはこんなものを使いますという動画でした。バイ。